最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はグランドロッジ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはグランドロッジ、残り 200m、 先頭はグランドロッジ、オフサイドトラップ必死に追います。グランドロッジここまでか。ディスタントビュー、グランドロッジ追いすがります。ディスタントビュー、ディスタントビュー、1着、2着は微妙です。立ったのはディスタントビュー、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はデュークコロネット、デュークコロネット、先頭残り 200m、 先頭は竹のベルベット、残り 100m、 竹のベルベット、先頭デュークコロネット、追いすがります。竹のベルベット、竹のベルベット、1着、2着にはどうやらデュークコロネット、勝ったのは竹のベルベット。マチカネタンホイザー完敗です。着外に沈みました。
東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠の丸仏サンキスト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ、花を切るのはどの馬か。 AP ジェット前に行きそうです。 AP ジェット競りかけていきました。その外にザイーテン、その外からダイナマイトダディ、その外にユーアビーム、アリスハーリー、そのうちに続いています。その外にマーベラスクラウン、緑の帽子、トロットサンダー、いい位置につけました。その外にスタビライザー、サイエダティ、そのうちに続いています。その後ろにエイシンクリフ、その外からミスタースペイン、その隣にノーブルハウス、その横にウィッシュドリーム、成田はやぶさ、この馬もこのグループ。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここでダイナマイトダディ先頭に変わりました。2番手は丸仏サンキスト。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はトロットサンダー、トロットサンダー先頭、引き離しにかかる。2番手はドルフィンストリート、懸命に追いすがります。やはりトロットサンダー先頭だ。トロットサンダー先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手はドルフィンストリート、トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はマーベラスクラウン、トロットサンダー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。